下請けの企業体質からオリジナルの商品を作るメーカーへと脱皮を遂げていく過程のですね、一番最初のきっかけになったなんか大手電機メーカーさんとのやり取りのことをぜひ聞かせていただきたいんですが、実はそのある大手電機メーカーさんの資材部長ですね、購買部長さんとちょっと食事をすることがあって、いつぐらいの話ですか？バブルの頃ですね、94年、5年、3、4年ぐらい、はい、でその時にその酔った勢いでしょうけども、我々に対して、まあ、我々の業者のことをどう思ってますかという質問を投げかけると、加工屋はうんこのハエだということを言われたわけですね。まあ、とにかくもう払っても払っても寄ってきよると、まあ、その程度の存在だということをおっしゃったわけですね。大手電機メーカー、それは我々が知ってるような会社、はい、そうです、有名な会社、はい、有名な会社の、なるほど、はい、一部上場の、一部上場の、はい、もうこの関西とかにも根を張ってらっしゃる会社さんの資材部長さん、そうです、と夜飲んで、はい、我々のことをどう思ってますかって聞いたわけです、はいはい、うんこのハエだと、はい、で君たちはもうとにかく寄ってきても寄ってきても、まあ、その集まってきよるんやと、もういらんねんと、はっきりそういう感じだったんですね。これはもうショック受けましたね、私、はい、それが大きなきっかけに、そうですね、そうですね、はい、もう下請けやめないかんと、はい、でこちらは親でもないのに親企業という感覚でやってたわけですね、はい、でそれが向こうは所詮うんこの話しか考えてくれなかったというのがものすごく、まあ、悲しかったというか、はい、これはもう自立せなあかんなと、はい、思いました。でもその経験があったからこそ今があるとも言えるわけですか？そうですね、はい、うん、その資金繰り大変だった時の話、ちょっとよかったら聞かせていただいていいでしょうか？はい、資金繰りが大変でしたんでね、はい、銀行へ行きましてね、はい、大阪市内ですか？大阪市内です。で都市銀行行きますとね、はい、あと3日でどうもその月末にお金を借りないと手形不当たりになるということで頼みに行ったわけです。それいつぐらいの話ですか？ついで3年目ぐらいだったと思います。22歳ついで25歳ぐらいの時、そうですね、はい、24、5歳の時ですけども、はい、行きますとね、その入り口のところにベンチがこう並んであって、次々、こうみんながお金を出したり入れたりしに来るわけですけど、はい、そこのベンチで待っといてくださいって言われるわけです、はい、で9時に行きましてね、待ってるわけです。朝9時、朝9時に、で担当の方にもう1時間おきぐらいに言うんですよ、はい、もうとにかく支店長に会わせてほしい、会わせてほしいって、とにかく会わせてほしいって、はい、こう1時間おきぐらいに頼むんですけど、まあ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいの繰り返しなんですよね。なるほど、はい、そうすると3時になってまで全然呼び出しがかからないんですけど、僕待ってるわけですね、はい、そうするとシャッターが閉まりますね、はい、でお昼も食べてないわけです、はい、でとにかくひたすら待ってるわけです、はい、で3時になってシャッター閉まりました。誰もおられません、はい、で次7時か8時になったら、はい、もう支店長は帰りましたと、はい、でまあとにかくまた明日来ますと、相手は支店長、支店長に掛け合わないと借りれないと、うん、もう皆さんも全もう我々のレベル超えてるから支店長に行ってください、はい、であくる日また9時に行くわけ、行きます、で見えてるんですよ、支店長いらっしゃる、いらっしゃるんです、はい、でも顔もこっちへ向けませんし、はい、挨拶も一切ないわけです、はあ、でまた3時まで行ってシャッターが降りるわけです、はい、でそうするとまた7時頃になったらもう帰ってください、はあ、もうこれはダメやなと。何日続けられたんです？それを2日続けて、2日続けて、はい、で3日目の朝行って、はい、でもう今日もダメやったらもう申し訳ない、不当たりが明日になったら不当たりになると、はい、だから他に頼まなあかんので、はい、もう今日もどうしても無理ですかっていう話になって、もう支店長はお宅に対しても会うつもりももう無理ですと言われたんで、それじゃあもう分かりましたということで他の銀行へ頼み込みに行って、でそこでお金を借りて、借りることできたんですか？できたんです。あ、はい、その時の他の銀行っていうのは名前を伺うことはできないですか？他の銀行っていうのは今のメインバンクになってる、実は信用金庫だったんです。信用金庫、はい、そこがうちの今のメインバンクでもあり、メインバンクさん、はい、だったんです。へえ、その断られたところっていうのは都市銀行ですか？はい、都市銀行です。そことのお取引っていうのは今、はい、もう切れました。今もう切れてます。もう特に切れました、はい、あ、きつい経験。きついですね、はい、朝9時から夜の7時ぐらいまでひたすら待たされて、はい、何の音沙汰もなく、なく、
でそれももうあの別室とか入れてくれたらいいですよ、はい、あのみんなと一緒になるみんなと一緒のあの大部屋の中でそうです、ベンチの中でみんながこう次々ね呼び出してこう行くあそこのとこですから、まあ若かったからできたんでしょうね、そういうことも。